やばい、いや、やばい、はい、こんにちは、スワクのレンです。今回ね、こちらにね、だろうがいないんですけど、今ちょっとアパレルの打ち合わせに行ってて、自分一人でオープニングを撮っております。で、今回サムネにもある通り、以前ワークアウトを教えていただいたね、元 B リーガー、今はスキルトレーナーをやられている方と、今日はワンワンをしていきたいと思います。最近ちょっとワンワンね、あんま負けてなかったんで、今回もちょっと負けないように頑張っていきます。本編行く前に、僕一人ですけど、スワクでバッチリ紹介。はい、ということでね、紹介する場所はこちらです。はいはいはい、っていう方がいなくてね、ちょっと残念なんですけど、こちらのバッシュ上段13、これね、あんま日本でバッシュとして履いてる人いないんじゃない。自分この白灰色を前に履いてて、これ実はめちゃくちゃ履きやすい。これ見た目によらずめっちゃ履きやすいんですよ。やっぱ革でできてて、最初に履いても靴ずれとかは自分はしなかったんで。しかもこちらレイアレンも履いてるんですよ、白緑。ちょっとね、高いかもしれないんですけど、おしゃれに履いてみてください。他にもね、僕私がこんな場所履いてますよとか、こういうの紹介してほしいとかあれば、もう最近バッシュのネタがね、尽きてきてるんで、ぜひコメントの方よろしくお願いします。ってことで本編いきますか。じゃあいきます、3、2、1、いってらっしゃい、バーイ。はい、こんにちは、スワクのレンです。ということで、今回スペシャルゲストをお呼びしました、堀田大輝さんです。お願いします。お願いします。お願いします。前回の動画でワークアウトしていただいたんですけど、めちゃくちゃ分かりやすくて、こちらの動画なんですけど、うまい。おお、こちらの動画概要欄に貼っておくんで、ぜひチェックお願いします。ということで、今回堀田大輝さんとワンワンをやっていきたいと思います。じゃあもう、まあ師匠じゃないけど、一応前回教えてもらってて、 それも使いつつやっていくっていう、ね、使えるかどうかだよね。うまさがね、出てるんだよね、体から。ツードリブルとか、ドリブルめちゃくちゃうまくて、はい、シュートもめちゃくちゃ安定してたんですよ、はい、ちょっとこれ危ないっす。ってことで、今回ガチンコはまあやっていきたいと思います。ちょっとじゃあ一応簡単に、すいません、堀田さんの着用場所だけ、はい、ほら、うおー、さすが。お願いします。お願いします。わあ、惜しい。上手い人のジャブやん。やばい。おっと。ちょっと緊張気味。なんで？やばい、いやー、やばい、危ない、うまっ、おー、おえやばい、ジャンプしたら
たいと思います。おー早い。あ、おー、やばい、ぶれた。うわー、おー、うわ、マジか、うまっ。マジ？ストップから今の。そうだ、一応やろうとしてたよね。おお、わお、ラッキー。わーお、わーお、あー外しちゃうんだ、それ入んないんだ。よっしゃ、決めていく、ラスト、決めていくと。お？わお。やばい。わお。わーお、よし。でもなんか見ててレン君あれじゃないですか、ワークアウトの成果すごい出てたと思うんですけど。結構出てたよね、うん、レックスのジャブとか、うん、パンチストップとか、これやろうとしたんですか。はいはいはい、あれちょっと実践じゃ難しい。なるほどね、ここがまた練習していかないといけない感じ。そうだね。いやでもあのこのインサイド X ルからのジャブとか、はい、からの連携が、うん、めちゃくちゃうまい。確かにリズムのずらし方が。堀田さん、あの実際にあの鈴木蓮君とやってみてどうでした。めちゃめちゃ速いし、プラス止まれるんで、あズレができてシュートまでチェックいけないです。なるほど、めちゃめちゃ上手。ジャンシュー得意ですからね、彼。めちゃめちゃ点数前からね。そうだね、もう大体チェックされてたから。はい、で堀田さん、あの全国でスクールクリニックやってるんで、そちら概要欄貼っておくんで、ぜひあの気になる方は連絡してみてください。お願いします。堀田さんなんですけど、一応 YouTube もやっていて、そちらも概要欄貼っておくんで、で堀田さんのチャンネルで僕たちあのワンワンやるかもしれないんで、そちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。ちょっとワークアウトの成果も出たんじゃないですかね。最初ちょっとシュート入んなかったんですけど、後の方温まってきてシュート確率が上がって勝つことができました。ありがとうございます。いやでも堀田さんもディフェンスうまいし、
やっぱ元 B リーガーってことで、シュートタッチも綺麗だし、ドリブルも上手いし、今はスキルトレーナーやってるんですけど、教え方も上手いんで、ぜひ概要欄の方に堀田さんのホームページな、ホームページ、インスタグラム、YouTube の方もやってるんでね、そちら貼っておくんで、ぜひチェックお願いします。あと一つ、こちらね、スワックドッグ T シャツなんですけど、今黒が全部売り切れちゃったんですけど、こちら白、在庫まだほんの少しだけありますんで、そちらの方もね、概要欄に貼っておくんで、購入希望の方はぜひそちらが飛んで購入してみてください。では次の動画で